フランソワ・クロード・ド・ブイエ・ブイエ公爵、フランソワ・クロード・アムル・デュ・シャリオールは、フランス革命期の応答派の将軍である。ナンシー事件で、反乱鎮圧に功績があり、バレンヌ事件では実行者の一人で、事件後に亡命したが、バルナーブによって、国王誘解説の首謀者とされて、罪を被ったために、フランス国家、ラ・マルセーズでは、 反革命文史の代表として名指しされた歌詞が現在に残る。名門貴族の出身で、ラファイエットとはいとこの関係にある。ブイエは7年戦争に従軍した後、アンティルに赴任、アメリカ独立戦争では、ドミニカ進シ新というスタティウス島再占領など、カリブ海地域での対英国作戦の指揮を取った。フランス帰国後は、 アルザスとフランシュコンテの三子教区の知事になった。これら国境地帯の行政権を委ねられたことが、バレンヌ事件に関与するきっかけになる。ブイエは1789年のフランス革命には、敵対的だった。彼は、メス氏と継続的に戦い、メスとナンシーの軍事的反乱を鎮圧した。1790年に彼は、ムーズ県、ザール県とも、ゼル県にまたがる。 韓国軍司令官となった。王党派と見込まれて国王パリ脱出計画に勧誘されると、彼はルイ16世に対して王の家族は他国に反革命を訴えることが可能な場所で彼の韓国内にある国境の町のモンメディに避難するべきと提案した。しかしこの計画は1791年7月21日のバレング事件によって失敗し、 ブイエは亡命した。事件後、実際の首謀者である国王と王妃マリー・アントワネット・ラ・王族の責任を回避するために、バルナーブラ・フイアン派は国王有解説をでっち上げ、その首謀者としてブイエを示唆した。彼は国王のために働いただけであったが、すでに国外にいたので反論できなかった。結果として、フランス国家、 ラ・マルセイズの歌詞の5番において言及され、フランセ、イーエヌ・ゲレ・マグナニムズ、ポルテズ・ウリトニーズ・ボスクズ、エプンズセ・トリステス・ビクティーム。アリグレット・エス、アルマント・コントレヌ、アリグレット・エス、アルマント・コントレヌ、マイス・セ・デ・スペッツ・サング・ア・ネアズ、マイス・セ・コンプリセス・デブイ。トセ・ティグレース・クイ、サンズ・パ・トイエ、ディカイ・ラントル・ザイン・デル・ウルメール、フランス人寛容な選手として、 人形と攻撃を慎むことも考えよ。あの痛ましき犠牲者と我らに武器を向けたことを後悔した犠牲者たちを許すのだ。我らに武器を向けたことを後悔した犠牲者たちを許すのだ。ただし、あの地に植えた暴君と VA 将軍の共謀者らは別である。あの無慈悲で残虐な虎どもは自分の母体を引き裂くのである。と、名指しで非難される悪名だけが残った。 亡命したブイエは、ロシア帝国に滞在した。1791年9月6日に、神聖ローマ皇帝のレオポルト2世の、ボヘミア王としての戴冠式のために、彼は、プラハのハプスブルク家の宮廷に赴いた。1797年に彼はカイコロクを出版し、大変な成功を収めた後、1800年に、ロンドンで死去した。息子のルイとブイエは、 フランス帝国で将軍となった。ドイツの文学者、ハインリヒフォン・クライストは、著書、ファンタジーン・アウフ・アイナーライゼナーハプログの中で、ブイエの人となりを書き残している。クライストは、1791年の9月2日に、プラハのエステート劇場で、モーツァルトの、ドン・ジョ・バンニの上演を親子で鑑賞していた、ブイエの様子を見て、亡命したこととフランスでの中傷の動きに対して、 反門と自責の念とで苦しむ、傷ついた人物と描写している。ありがとうございます。